久保さん、おはようございます。あのー、久保さん、あのショート動画伸び始めは、伸びたというか、ちょっとチャンネル登録も少し増えたりとか、なんかやってみるもんですね。まあ、そんなに労力かからないので、1日5、6本よ、スマホから全部完結しますから、うん、全部スマホで完結しますから、要は隙間時間にできるとこですね。こういう動画は、 やっぱその、まあ久保さんも、あの、ソニーの今、デジカメでやってると思うんですけど、まあ手軽には撮れないですよね。家にいないと多分きついと思いますし、多分ソニーのデジカメを持ち歩いてはいないと思うんですよ。で、ファイルもちょっと重かったりするじゃないですか。うん。で、僕今15秒でしかやってないんですよね。まあ6、そのうち60秒もやってみようかなと思うんですけど、まあ6い、60秒でも多分軽いと思うんで、うん。 だからまあ、スマホ一台あれば、どこでも動画アップできるっていう、この、なんですかね、あの、動画量産型の僕としては、もういくらでも量産できんじゃないかなっていう。もう隙間時間、とにかく15秒、15秒でしょ、たった。うーん。まあ、15秒、10秒とか、5秒とかでもアップロードできると思うんですけど、まあ、最大15秒と60秒か。まあ、その枠が、なんか、その、なんか、 なんだ違う時間でも大丈夫ですけど。うん。これいいっすね。だからそのアイディア、この動画ちょっとあれかなっていうか、アイディア思いついたらすぐピッて形にして、すぐアップして。しかも、まあ、ショート動画って、まあ、もう、そしじゃん、あの、もう、最大瞬間風速というか、まあ、上げた瞬間、ちょっともう数時間でもう決定するみたいな。だから、それでもうすぐ結果が出るので、あこういう感じはダメか、あこれはどうなんだっていうのを、 フィードバックが早いってことですね。うん。多分、普通の YouTube 動画と違って、その、うん、徐々にこう、ブワーって上がるってことはないと思うんですよ。まあ、なんかね、誰か有名人、インフルエンサーの人が、なんかその、このショート動画面白いよみたいに、なんかその、紹介したか、紹介したらいきなり、なんですか、昔のやつがバズるとかあるかもしれないですけど、まあ、僕はそういうの多分ないので。うん。だからまあ、なんですかね、 小さい動画でもまあ効果はあるよっていうことですね。はいいっってらっしゃい